注目を集めつつある EV のカスタマイズ。購入後にどのような改造を楽しめるのか、海外の事例を紹介します。EV のチューニングはまだ難しい欧州を中心に EV が普及し始める中、自分の車をより良くしたい。目立たせたいと考える人が出てきている。このようなカスタム需要の高まりに応えるため、 スポーティーなドレスアップキットから自動開閉式のフランク、全部トランク、まで。あらゆるものを販売するアフターマーケット専門メーカーが登場している。しかし、唯一うまくいっていないのが性能面でのカスタムだ。EV のパワーと加速力を上げることは、安全性はもちろん、冷却や保証にも影響を及ぼす複雑で高価な改造である。 いずれにせよ、大半の EV オーナーは標準的な仕様でもその性能に満足している。日産リーフは2011年から販売されている最も古い EV であり、アフターマーケットも盛り上がっている。オランダのマクサン社は3種類の追加バッテリー、1 1 2 2 3 3を設計、販売しており、 車令に応じて50から 130km の航続距離延長が可能だ。大型のバッテリーでは車重が 160kg 増えるため、マクサン車では 22kWh と 33kWh のバッテリー価格に、ハンドリングを維持するサスペンションチューンを含んでいる。英国の EV 専門店クリーブリーモーターズでは、 こうした追加バッテリーの取り付けを行っているが、創業者のマットクリーブリーは、マクサン社製品の改良版が出るまで待っているという、現行品でもいいのですが、トランクルームの半分くらいが埋まってしまうので、あまり売れていないんです。新型は出力密度が向上し、もっと実用的になるはずです。マクサン社の追加バッテリーは、 本体と取り付け工賃で約5000ポンド、約80万円からと安くはないが、マットによると、リーフが好きで長く維持したい人にとっては、新モデルを買うよりもお得だという。利便性の向上も可能でも定番は足回り。また、マクサン社は充電器のアップデートも行っている。 リーフには旧式の CHADMO 充電器が搭載されているが、最大 160kW の高速充電を可能にする CCS 規格のものに変更できるのだ。アダプターを切り替えるもので、既存のケーブルは引き続き使用することができる。ただし、CCS 規格へのアップグレードは、 マクサン社の追加バッテリーとの組み合わせでのみ高速充電を実現できる。さらに、熱管理システムを新たに搭載する必要があるが、これは来年以降の導入となる。リーフに搭載されている古いバッテリーを、中古品に交換することも可能だ点 40kWh または 60kWh のバッテリーを事故車から調達し、 価格は約8,500ポンド、約140万円から。マットによれば、顧客はリーフをリフレッシュする費用対効果の高い方法だと考えているという。しかし、中古バッテリーは太陽光発電の蓄電用に買い占められるため、入手が困難になり、価格も高くなっているそうだ。バッテリー関連以外にも、様々なカスタムが用意されている。 クリーブリーではテスラの自動開閉式フランクの装着を行っている。オーナーのスマホアプリで操作でき。両腕が買い物で塞がっている時に便利です。と彼は言う。このアプリを開発したのは中国企業の反省だ。一方、ブレーキやサスペンションのカスタムも EV オーナーの間で人気が出てきている。 エイ・サリー州キャンバリーにあるキーボソリューション社の創設者であるジョン・チェンバースはテスラには十分すぎるほどのパワーがあるので当社は機械的なアップグレードに重点を置いていますブレーキ、サスペンション、ホイールがテスラの弱点ですが改造にはそれほど時間はかかりませんと語っている特にサーキット走行をする人には AP レーシングのキャリパー。パッド、ディスクでブレーキをアップグレードすることを進めている。サーキット、走行に最適ですが、高速道路でのブレーキングも向上します、とジョンは言う。静音化も効果あり、フルブレーキシステムに予算が避けない場合は、フロントのパッドのみを215ポンド、約3万5000円で販売している。 さらに96ポンド、約15000円で前後のブレーキライン。30ポンド、約5000円でブレーキフルードのアップグレードが可能だ。テスラのサスペンションシステムについて、ジョンは十分すぎると表現しているが、ピーボ社ではオーリンズとビルシュタインのダンパー。スプリング、ロールバー、ブッシュからなるキットを提供している。 ジョンによると、ハンドリングとしなやかな乗り心地を両立させることができるという。サスペンションのフルアップグレードには5000ポンド、約80万円かかるが、ブッシュのみのアップグレードもできる。ジョンはテスラモデルさんを所有しているが、防音処理を施すことを検討しているという。EV はもともと静かだと思われがちだが、実際、 モデル3を様々な路面状況でテストしたところ66、71デシベル A の騒音が確認されている。ガロホのゴム製ドアガスケットを追加装着すると、数値は62、69デシベル A に低下するという。ハンプシャー州ニューミルトンにあるテスラ専門ディーラーの R ・サイモンズは、ドイツのカスタムテスラという会社の防音材を取り扱っている。 これはパネルの内側に装着するもので、一般同様とアクロや石畳向けの2種類があるガスケットは、車の静粛性を高め、サウンドシステムやドア開閉時の感触を改善できます、と、同社の創業者であるリチャード・シモンズは言う。さらに、照明付きドアシルおよびドアハンドル、 操縦桿のようなヨーク型のステアリングホイール。追加メーターディスプレイ、アルカンターラのダッシュボードアクセント。アルミホイール、車高を 40mm 下げる調整可能サスペンションなど、テスラ向けの外観アップグレードも手掛けている。航続距離の延長が比較的難しいことなど、かゆいところに手が届いていないのも実情だが、 EV のアフターマーケットが拡大していることは明らかだ。